と言わないで。スタジオが涼しかった分、なおさら暑く感じるよね。お、アコからメールだ。お姉ちゃん、助けて。アコちゃん、どうしたのかな。アコちゃん、何かあるとすぐトモエに連絡するもんね。トモチン、頼られてるな。そうかもな。まあけど、姉として頼ってもらえるのは嬉しいよ。私もそれに応えたいしさ。アコちゃんが羨ましいの。ひまりちゃんもお姉さんいるよね。そうだけど、隣の芝生は青く見える的な。ああ、人の食べてるパンは美味しそうに見える的な。そうだけどそうじゃない。じゃあ私、アコから連絡あったから今日はこのまま帰るよ。お疲れ。ほんと、トモエはアコに弱いね。そうだね。アコチンが大人になったらどうなるんだろう。なんかそれ想像つかないね。だよね。アコ、ただいま。何かあったのか。お姉ちゃん、助けて。うわ、ちょっとアコ、落ち着けって。なるほど、宿題ね。それでどこがわからないんだ。こことこことこことあとここも。アコ、それ全部って言うんだぞ。ごめんなさい。別に怒ってないって。じゃあ順番に見てくか。どれどれ。次はちゃんと自分でやれよ。く、バル。けど今回はレスキューの連絡早くないか。いつももっと夏の終わりくらいに助けてって言ってくるのに。あのね、来週ロゼリアのライブがあるの。だからそれに向けて練習の時間取りたくて。そういうことか。確かにロゼリアのみんなは夏休みの宿題とかすごい早く終わらせてそうだよな。ねえお姉ちゃん、今度のロゼリアのライブ見に来てよ。お、いいな。しばらく見に行けてないし行くよ。来週ならちょうど空いてるしな。ほんと、やったー。アコいつも以上にかっこいい演奏頑張る。アコ、食べるぞ。うん、早速リンリンにも伝えておこう。